Yeah.
すいません、お店いただきます。もうしまってるんですけど、すいません、これはあの、早速のホテルの中で。見てるの？上の。
神戸じゃなくて私は梅のデパートとか見せたのがあっ向こう セブンチュートフラワーとフラワーああ、わかりました今度よし、お願いしますだからまあ、それまではとても向こうはいつも飛んでるでしょすごいですねさっきあの言われました、うん、忙しいんだから一概的なことやってますそうそうそう疲れたでしょ昔よくあのヤフンで顔を合わせて、うん、あのそのシャッピングさんだから、うん、いつもあの寿司の人を、うん、今日はキャジュアル矢野さんすごい俺大ファンですから、うん、その研ぎ方教えてくれてお父さんおじいさんから付き合ってすごい。すごい。はい。さっきあのステンレス買おうと思って、皆さんそれやめた方がいいと。そうそうそう。テキャスなんですね。うん。でもそれは心の、うん、自分で研ぐのも全部砥石の色があって全てやってるけど。はい。包丁次第ですよ。それも一つの修行だよね。ステンレス、まあ、錆び出ないけどね。あの、まあ、かっこいい。うん、でも、それは、うん、ダメ。初めて仕事始まるっていう、それが段階があるけど、うん、そう人の心ダメにかもしれないステンレス使って家庭ならいいけどそうあ、いいあ、そう、あったかさんとかさ、ポロサイが捕まっちゃうから。あ、そう。いや、うちはまだダメ。アメリカ人の会社ですから、うん、それは認めてくれないの。うん、飲んじゃダメってよく言われてるから、今それは日本の伝統から守らなきゃいけない。うん、あうちの寺西さんは、まあ、福島の出身、うん、うちの板前さん、うん、福島の出身前、京太郎京太郎、うん、京太郎潰れてから、うん、ここを出たって、うんまあ、一人でやってきました寿司38年、うん、すごい、うん、多分うちの方が一番長いんじゃないアメリカであの日本から今年で45年だから。おお、すごい。うん。ずっと。アメリカはまだ20年。ずっと東京の周り。もう最初20年前の店は俺使うわけですよ。今まだやってる？もう全部ずっと。そうですか。2店舗も俺使うわけで。うん。日本で帰って日本でやらなくちゃならなくて。今そうですか。今向こう気に入ってるあの店。ご存知でしょうか、うん、そこカッポ料理はないけどねカッポスイという簡単に入ってるから4-5からあのブリスト降りてずっと行ってセンターのアベニューそこちょうどトラベルローズトラベルローズの斜め小さいカッポ料理とかうん、うまいですよ結構小さいですね、親父さんが本当に本当に言ってましたで、うん、あそこはあまり広告何もしてないけど毎日混んでるいや、もう行列食べ物なんて全然食べてないんですよ落ちてればどんどん来るもんねそう、で、ワードマウスそう、それが一番、うん、みんな美味しい、あの店はいいんだ、うん行ったらそれで一番行ってくれれば嬉しいですね。ボッケに打ち始めて角度を取るのが何よりも
同じ角度で先から最後までやるの難しい。これは包丁じゃないから、ここまで考えなくていい。これあの薄板ですか、薄板の薄板。すいませんね、これあそこさえ、もう私にしてもらったのよ、今から。いやいや、そうですよ、でも切れるんですよ。あれはとてもダメなのかしら。交代さんとか言ってましたよ、なんかね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 。交代さんとか言ってましたよ、なんか
You're a knife? Thank you very much for coming. He's the president of Masamoto from Japan, and he's going to show you the basics of how to sharpen the knife, and also he'll have someone come up and then also correct the way he sharpens the knife. So, and he likes to explain about the stone first. This is the most important part, stone. Very rough stone. で、こちらが、中砥石ですね、中間の、Medium. ちょっと目が細かい、はい、あとは、まあ、こちらが白いになるんです。これは最後 の, あの揚げ戸、仕上げ戸でございます。Very fine finishing stone. 大きく分けたら、大体この3種類なんです、砥石の種類は。ただ、あのその時、多少の、ね、分子的にはあの、いや違うのもありますけど、大きく分けたら大体この3種類です。これを覚えていただいて、あのまず砥石の種類ですね。So roughly there's a three kinds of stone, very rough and medium and very fine. で、あの包丁を研ぐ前にまずあの新しいのは別として、あと包丁の砥石の面をまず直していただく。非常にあの板前さんのお店もそうですが、非常にあのそういう包丁を研ぎますと。中ほどが必ず減ります。そうどうしても包丁の面が非常にあの真ん中減りますから、ちょっと平気で使ってもらう。まず砥石のそのプランスね、面をまず洗い直すということ。研ぐ前にまず根本的なもの。なんでもそうだ。So first of all, surface of the stone. Otherwise, you cannot sharpen your knife. And then he's using the very rough.
The corrector. The stone corrector. This is make the stone flat. So there are two types of the stone corrector. There's a one have a little ditch inside on the surface. It doesn't make a big difference. So he's saying the smooth one is cheaper and better for him. So the price is that. これから、研ぎに入るということは順番的にはね、はい。で、足、大体、4包丁、あ、研ぎそうですけど、大体その割合ですね、裏、はい。で、大体その割合ですね、研ぐ割合は、この、デバでもそうです。この、厚みは確か違いますけども、一応研ぎ方の表の割合、裏面の研ぎ方の割合は、 So the characteristics of Japanese knife is one-bladed. So he's saying that 80% sharper in the front side, which has an angle, and the other side back, 20%. The same as the deba. That's a cleansing stone. So he's showing that because we are cooking and then cutting food, you can't have rust on your knife. So first of all, you have to clean the knife with a cleansing stone. So these are all available in mutual training. サビ取り. サビ取り。で、これなかなか減りません。結構この値段倍ぐらいますから、友達がいたらこれ半分にしてもいいです。ちょっと買わなくていいです。半分にして仲良く分けた。そうなんです。ただこれ切るときには包丁で切ると。 古い包丁でしたら、元の方でちょっと切ってもいいですけど、ゴムですから切りにくいんですけども、半分にでも結構です。これなかなか1年や2年でなくなりませんので、非常に持ちますので、ちょっと。で、これ使うときにサビ取り使うときちょっと水つけてこすっていただく。で、結構です。あとはまっすぐに置いておきます。一応、まずこういった磨いてから研磨をする。 So this eraser, cleanser, is available at mutual trading, and he was saying that we can cut it half and use it. So this will last very long. Gripping. If you're sharpening the front side, 親指がこの顎ですね。こちらもあります。で、人差し指がこの胸の方へ。これが、表を研ぐ右手のスタイル。中にはこういう形で研ぐ方もあります。これの角度も当てたらできません、これ。魚切るときも、ガシガシでこれやります。だから必ずこのスタイル。
There's a two very important points when you sharpen your knife. The grip, when you're sharpening the front side, not on the blade. Yeah. And also use your left hand, middle three fingers, close to the blade edge when you sharpen the knife. And because of that, you can feel the edge. And don't put three fingers middle or in the back, so it will fluctuate. So when you sharpen, so that's the most important part. And even in the back, same thing, three fingers, and from the top to middle and bottom, 1, 2, 3. 一応ちょっと解いて、スローでやってみますから。はい。まず。We'll do the slow motion from the yanagi. あの、表側の方ちょっと足しますから。で、先の方からですね。ね、順番にこう、はい。足、あの、柳井でもそうですよ。たまにこういう方、あの、中にいらっしゃると思うんですよ。あの、ま、ここにはいないと思いますが。こういう、必ず長年、解いてますと、必ず、砥石から、で、あの、手が左手が2本出ると、ね、出ます。出ますから力が入ってる。だから自然と包丁が、スライスになります。 はい、それ置いておいて包丁使わないで置いておいた場合は必ずフックになります。曲がってくるんです。スライスには絶対曲がってきません。だから必ず2本で砥石の上から出ないように必ず左手は、はい、先の方を押さえてこう出ない。出てきたら大変です。半分指がなくなります。これ、足必ず重量ね、 大きくするんですけども、あんまりこうしてこう小さくするね、もっと大きくするとこう出ないという。必ず左手の3本は砥石のセンターに、まあややあのライトでね、レフトでもいいですね。はい。So he's saying that if you want to keep your five fingers
you have to sharpen your knife inside the wet stone. If you go outside, you might lose one finger easily. So please keep your fingers, three fingers, inside when you sharpen the knife. So go back up and forth, up and down, not this way or that way. So keep it three fingers inside the stone. He's saying that if you use a rough stone, it might take, you know, less. Always inside. And he's saying that if you 80% you can sharp the front side, and there will be like a will bend, the blade will bend, so he's cracking the back side. So please remember, front side you can sharp 80%, but he sees sometimes the chefs are sharpening their backside, like 70-80%, but it might ruin the sharpness or decrease the sharpness of the knife. So please remember, sharpen the front side 80% and then 20% of the back. Because the metal is like, two kinds of metals are connected together. So if you sharpen the backside too much, it will affect the sharpness of the knife. Fine stone. If you're a professional, he recommends to use the fine stone. It will sharpen more, and if you're amateur, you don't have to use the fine stone, but if you're professional, he recommends to use the fine stone.
これはもう砥石もね、この手は仕上げはそんなに減りませんので、もう夏とか、まあ、プロの方でも1年や2年じゃなくなりませんので、これはぜひお勧めしたいと思います。こちらはあんまりもすみません、1年使って結構好きな感じになりますけど、これはそんなに減りませんので、で、プロの方はこういった刺身ボットの場合はそんなに雑に書けませんので、最後に毎日ともだったら仕上げだけです。仕上げだけの方が包丁もなくならないので、包丁は粗く使ってた方が商売になりますけども、普通は仕上げだけです。プロの方は、デバの場合はそうすると魚を一応買い替え、頭を切ったりしますので、ちょっと箱をいたします。So the fine stone will last very long. So if you're professional in sharpening your knife every day, he recommends to use only the fine stone. And as a manufacturer purpose, he wants you to use the rough stone, and the knife will go short and then will go out so he can sell more knives. But as a professional, he recommends you use the fine stone. So it takes at least 10 years. 10 years to sharpen the knife, and he's been doing it for 40 years. So at least maybe 10 years to 15 years.誰かやっていただく方、特にこちらでも、ニューヨークのそうですが、各お店行くと、非常に砥石が、だるまさんみたいにこう、ね、デコボコになってる。それでは包丁は研げません、うまくなりません。まず、砥石を直すことです。研ぐ前にまずこうです。これは絶対やっていただかないと、ダメです。根本的な問題です。人間的にちょっと待ってます。それは料理もそうですね。まず、磨くのは、アリカルのプレンザプレンザプレンザというのは、まあ、一応カビカビっていう感じ、これはこのゴムの中に、スライムっていうのが、これは非常に持ちます。結構、うちあたりも、今、2000個体でやってるんですけど、非常に減らないんですけど、売れるんです。これはただ濡らすだけで、切れてないとあると思います。で、ショールームとの売ってます、売ってます。ショールーム、ショールーム。Everything he uses here is available. So please go, if you want to purchase, go see, go to the showroom. It's available. Do they have enough stock? Yes, they do have. Since you're pushing it right now, everybody. If they don't, we have. Rush it over there. Any questions? Anybody? まだやっていただきたい。This one is a cleanser stone. So it is called eraser. It's available over there. なんかご質問から何でも私の知ってる範囲は人生のことはね、おばさんにはわからないので、どうせのことですから、ありがとうございます。So ask any questions about knives.About life, she can maybe answer about life. So, anybody questions? Hirano-san, 今年いくつですか? How old are you? 20? 20? 55. Oh, really? Very young, huh? 15歳から? So he's been sharpening 40 years for 40 years. So he started since he was 15 years old. まあ、おかげさまで、この業界では、
仕事もやっぱり負けないだけのイデアかな。いい気になる。だからあんまり脳脇は言いません。脳脇はね、そのこと言いませんから。できない人ほど脳脇に言いますから。絶対負けはない。はい、もう自分でそのまでやります。だからもう引退しないんですね。Very good. はい。富は飛ぶほど焼きが入るっていう話聞いたんですけど、あの、ありがとうございます。富は飛ぶほど薄くなるんです。はい、使えば使うと良くなるのは少し違うものなんです。はい、昔包丁が研げば研ぐほどあまり、ね、研ぎすぎると薄くなりますから欠けやすいんです。より以上に柳刃は刺身包丁は刺身のようにね、出刃は出刃のように研がなきゃならない。デバを刺身のように薄く溶いたら仕事が違います。これは刺身だけ、こちらは魚をカットするんですね。さあ、どうしても柳みたいに薄くしたら一回で魚が消せます。だからデバは多少鋭角の方がいい。刺身包丁は鋭角だと鼻が切り口でこう入ってきません。はい、だから刺身包丁は多少薄くと思う。で、峰も薄くなってるわけですね。持ち屋持ち屋でデバはデバ、柳は柳のというのをしなきゃいけない。何でも一緒に食いてダメです。質問、包丁 の各部分の名称細かく、教えてください。名称ですか。はい、一応名称はこれは、まあ、一応取っ手ですね。スカ取っ手ですね。で、包丁の刃の方ですね。一応 こちらが表ですね。こちらが裏面です。で、この真ん中に、まあ、線がございますね。段がついています。これが切り刃、研ぎ幅、砥石に当たりますから、研ぎ幅。で、この真ん中の線、これが白身、刀でも白身が出てきます。で、こちらが平刃。で、こちら、まあ、裏の場合は、まあ、裏で、確かに裏です。で、こっちは胸です。で、ここは、こちらが松という、顎のところですね、結局。これは、顎松。結局、下向いてますから。で、こっちは胸松という名称があります。だから、裏を研ぎすぎちゃダメよって、こちら裏をあんまり研ぎちゃいけないよということです。はい、表を研ぎ方として見れば、一応、この真ん中は白身でございます。だその刃先から白身までいっぺんにこれを10とすると、この白身を10とすると10を研ごうと思うと必ず刃先の方は当たりにくいんです。ついでにしか当たってきません。だからどうしてもこの白身が広くなっている軟鉄の方が柔らかいですから、この裏面が鋼になっています。消える部分にそれを持たせて持ってるね、こちらです。ね、こちらは旦那さんです。はい、で、表で、一応持たせてはね、奥さんがいないとダメですからね。で、これを、その軟鉄を、この白身を広くなるっていうことは、鋭角がどんどん薄くなっちゃうんですね。と、刃持ちが薄くなる。と、かけやすいっていうこと。だから、一応取り方として、この刃先から7割から8割また、砥石に当たるように、この白身はついでの方、ついでに当たるんですけど、どうと思うと必ずこれ広くなります。はい、で、皆さん結構もうデバなんかに癖がありまして、この方もちょっと多少まあ広くなりますね。はい、必ずこうするとしのぎの幅が切り刃が広くなります。これは癖がある。本当は先の方を広い方がいいですね。これは切る方の専門家のプロがやられますので、先の方が薄くなったほうがいい。元はどうしても骨を大体しますので、薄くなったら引けやすいんです。だから元は狭くなったほうがいい。でも普通にその大雑把にこの置いてるとこの上になってる癖が元の方が当たりやすいんです。一辺にこう取ると必ず元の方が狭くなる、広くなりますね。これは絶対剣が必ず癖がある。これは逆の方がいいです。これなかなかうまくいかない。なんか自然とこうなってくるんです。この白身はあんまり広くしちゃダメなんです。はい、切れますけども、柳みたいにこう薄くしちゃったら、もう一回でも魚が一匹終わったら山の神様。だからデバはデバのように多少厚く研がないといけない。 Yeah.
Any other questions? He said that please concentrate when you're sharpening your knife, and each knife have a purpose. This is for sashimi. This is a deba cleaver, so heavy duty knife. So you don't use deba to cut sushi or sashimi. So, and also be careful, be extremely careful when you sharpen your knife. How much pressure for yanagi? How much pressure do you put on that? On the whole blade or just on the top? Or totally, average? どれぐらいの力をかけたらいいか。どうやって表現するんですか？力の入れ方をどれぐらい。ただまず、10とすると、10とすると大体。何を10としましたか？演習って、まあ、じゃあ、平野さん、Can you come up to the stage?どれぐらいの力かっていうのは彼の手で、So he will press your palm. デバと、Yeah, it's しかもですね、薄い包丁は力入れて。Less power, more power. あんまり。Don't press too much. So. You're gonna get tired. It's gonna affect your golf game tomorrow. So can you hold, press his hand? どれぐらい力入れて? Can you press him? 押してもらいます? どれぐらい力入れて? 力入れて。これ太くなっ
くなりますから、力が。He has no fingerprints. You want to do it? Which restaurant do you work for? I go. Too much pressure. What's the angle? Angle 45. Too much. 45 against the stone, yeah. Up from down. Top from bottom. Go up and down. And when you're supposed to stone, you're supposed to get one. So you're getting well trained here, huh? I think the stance without Mr. Hirano, I don't know what I was doing. With who? The guy in the middle. Oh. I didn't know what I was doing. I just messed up my knife, that's all. Yeah, it's great. I'm a big fan. Oh yeah? This your television show or what? He's just from the knife company. The angle is getting sharper and sharper. Because you're holding. Chaya, Braseri, it's part of them too, right? Chaya, right? Yeah. I think so. You know, huh? Don't put the finger in the middle. So what part of the company do you work with? With Mr. Matsumura? Matsumura, he's in the office, man. He's all the time. It's a big shot. Yeah, right. Mr. Ota is there too, huh? Yeah, Mr. Ota, Hala-san. You know Hala? Where's Hala? He's in the other forestry warehouse. He's in charge of export. Get his butt over here. He's here today? I don't know. Yeah. Hala-san. Good, and then? Emi? No. Doi-san? Backside, yes. Doi-san used to be second like floor, you know? You're doing office. Like a sharp tube, you know, the front side too much. And then you have to think. Actually work. Yeah. Supposed to take the video, you know, so show it to the other people. So if you're sharpening the back side compared to the front side, you only use like 30 to 40% power. Already bought like over $500 compared to the front side. Huh? $500 worth of knife. The back side. Oh yeah, you? Any other questions? Okay, see you, Hugo. Last question. So he's a left-handed, and he's since he joined the school, he's trying to sharpen his knife, but very dull. You see the white part? これがホワイトがあっちゃまずいんですね。きれない感じの。
白ホワイトをなくさず研磨してやらないと、これあのこれレフトアンダーあれですかね、私は右だから、ね、これとげこれには溶けないし、なぜ右で左を飲む場合は足こういうの He hasn't sharpened enough. That's why his knife is still dull. He's a left-handed. Can you show the color that is changing the blade? His knife, you know, the color is changing still. He has to take off the white part so to make it sharp. So he's using the rough stone.こういう時には、あ、先ほど言った、あの、力を入れます。だからこれは薄いからあんまり力入れちゃいけない。これが世代。わかりました。これはそんなないですね。もっと長くかけますけども。はい。So usually it's $50, but he's doing for free. ボロバの前の研ぎ方の力の入れ具合というのは裏と表。So it has to be the same. The repetition also? The both sides, back and front. And how do you control the angle? I mean, do you raise the mune a little? You know, how do you? Yeah. もうその角度を保って。一応脇では保ってけん。でも表の方は優しいけど裏の方は難しいです。ボロバン。はい。ボロバンの裏は特に難しい。塊より難しい。じゃあ45度でやる。まずできません。ごめんなさい。本が下手なそうです。難しいです。表はいいですけど裏はどうしてもいい。一時とこれ裏の方になっちゃうね。だし45度で押さえてこういかなきゃいけない。
それはこうなっちゃう。ものが特になる。So,、はい、like 10 more years, you need to sharp your knife. だから皆さん、ものは裏はあまり取らない。ね、さっきみたいにこうやらない。だからものは、それでもまだ、ね、いいです。でも、一番同じぐらい取らないと、どうしても後ろに帰ってくるから、試すから。スチールもやる。あれはね、スチールの場合は、結局、刃をつけるじゃなくて、油を畑の方を取ったわけです。だから、あれの場合は、鋭角にこうやってるだけですから。ホワイトになっちゃう。瞬間的に入ってきてるね。はい。足、取りになってますよね。あれで今度はホワイトになって動くのが大変です。はい。よし、もういいや。はい。どうだ、まだな。全然、まだこの辺ちょっとあります。時間がないからね。はい、はい、はい。間違いますよね。じゃあ、一応すごい長い間どうも。Thank you very much.So if you want to purchase knife, there's a sales, we have a dice over there, and it's, What is he putting in there? The person that nobody can tell it that. Very good. Must be a show. That's nice.